よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、初めましてでございますけれど、いやね、あの今回これをやるにあたって、あのディレクターさんとかスタッフさんと話して、僕グラビアのアイドルさんが大好きで、そういう話を企画をしてたんですよ。じゃあなんと1回目に素晴らしいプレゼント、今押しも押されるグラビアアイドル久松さんですよ。はい、ご用意しました。あなたじゃないですよ、お手伝いさんじゃないんでしょ。いやー、いや久松さん、あなたあんま分かんないでしょ、だってグラビア見ないから。そうですね、僕はそのはい、やっぱシェイプアップガールズとかで止まっちゃってるから。だいぶ難しいですけどそれ、シェイプアップガールズ。はい、そうですね。久松さん言ったら今ね、ヤンマガの表紙を飾ってるんですよ。そうなんですよ。そうですか。はい、ヤンマガって登竜門なんですよ、グラビアのね。はい、僕ね、ヤンマガはもう好きな漫画多すぎるから、単行本で読んでるからもう読まないようにしてるんだ。なるほど。いや、あと、うん、連載ではね、ヤンマガはね、はいはい、それに出られて、はい、さあ、ということでそんな久松さんのプロフィールを、ね、はい、お手伝い池田さん、よろしくお願いします。池田さんって呼んでください。お手伝いしますね。久松さんですね、はい、原宿でのスカウトを切り、原宿でのスカウト、すごいですね。2008年より雑誌花中の専属モデルとして活動している、はいはい、2012年8月の発売のキャンキャン10月号より専属モデル、うわすごい。2013年11月で2014年度三愛水着イメージガールに就任。出た、もう2014年はドラマ GTO やごめんね青春に出演。黄金コースですね。すごい。勝負曲はモーニング娘。のシャボン玉、はい、運動するとすぐ筋肉がつくという筋肉質。そうなんですね。はい、好きなタイプの男性は西島秀俊さん。あ、正直でよろしい、はい、ここで変にね、芸人の名前とか言うアイドルの方が信じられませんからね。そうですね、はい、まあ、脈なしということで、はい、そうです、脈なしです。で、これなんすか、これ中学時代の担任の先生の同級生が実は村上。そうなんだよね、はい、そうなんですよね。あれでしょ、新井でしょ。そう、新井貴弘。新井貴弘担任だったんでしょ。俺びっくりした、昨日 LINE が来て、新井から明日久松が行くからよろしくお願いします。お前なんだお前みたいな。え、中学校、私が連絡したんですよ、明日村上さんと会うんで。あ、それで、はい、今これ見てますよ。びっくりしちゃった俺。タカタカって呼んでるんだけど、新井タカで、タカから連絡来て、まさか久松さんがさ、教え子なんて思ってないからさ。いや、狭いね。狭いですよ。何の因果かね、1回までゲストにふさわしいというのかなんだかね。あ、でも新井って言ったら僕、阪神の新井しか分かんない。そうか、そうでしょうね、いろいろ新井ですけどね。いや、ちょっと縁があるということで、よろしくお願いします。さあ、ということで、そんな久松さんは本職がね、グラビアアイドルでございますから、ね、はいはい、どれだけスタイルがいいか、みんな写真を見たいと思うんですね。そうですね、写真の方ちょっと出しましょうか。あ、これ来ましたね。こちらもヤンマガの時のやつですかね。そうです、ヤンマガで7月に発売されたやつです。これ僕も見ましたよ、普段も見てますから。で、久松さんはね、なんて言うんですかね、健康的なお体って言われません？言われます、言われます、ね、実際健康なんですか？健康です。やだよ、ここでグラビアアイドルが不健康ですって言ったら。そうですね、不摂生ですなんて言われたら、ね、やですよ。あ、かわいらしい。あ、これ南国の感じ。そうです、グームで撮りました。あー、似合ってます。パステルカラーというか、うん、似合いますね、あの明るい色の水着が、スリビットの感じが、はい、あ、それはやっぱあの似合う人、似合わない人が結構やっぱりいらっしゃるんです ね。その人はなんかミルキーな色の方が似合ったりとか、うん、え、似合わない人は誰ですか？いや、言うか、久松さん言うわけないでしょ。いないですよ、そんな人。そんな人いない、パステルカラー、ね、みんな似合う、ね、みんな似合う、ね、いや、言いそうですけどね。微妙なニュアンスの返事でしたけどね。、はい、いやでもね、ナイスプロポーションじゃないですか、ほら。あら、どうですか、池田さん。いやちょっと僕はそのグラビア、僕の勝手な目線でいいですか、うん、いやらしいですね。まあ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 、率直に言ったらそうなんですけど、芸のないこと言わないでくださいよ、そんな。いや、でもなんかね、なんかこれやっぱ撮り方とか こだわりみたいなのは あるんですか。こう、そうですね、なんかカメラマンさんが言うには、うん、使うカットは本当に何百枚撮っても1枚しか生まれないみたいな感じでよく言うんですけど。あ、